はい、こんにちは、ニャです。ってことでね、パズドラ学園の交換所解説やっていこうと思います。いつも通りね、交換優先度ランキングトップ3って形で発表していきます。ただね、今回なんですけど、まずサイリアの交換対象キャラが4体なんですよ。だからトップ3発表したら自然とね、まあ、全部の順位が埋まります。そしてね、はい、もう1個下のレアリティですね、が5体います。で、こっちに関してもですね、結構取ってほしいキャラがいるので解説しようと思います。もしね、参考になったらね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。で、いつも通りね、評価基準は内容できるかと長持ちするか。で、注意なんですけど、各ボックスの状況によって順位は変動します。で、特にですね、変わるのは、このね、テイリアに関して、1個下のレアリティに関しては、まあ基本的にボックスの状況によってね、順位変動しないんですけど、今回サイリアの方はですね、結構ボックスの状況によって順位変動します。その辺細かく解説するんでね、ぜひしっかり聞いておいてください。で、今回なんですけどね、はい、さっき言った通りですね、サイリアは星7フェス銀が効果の玉。で、1個下のレアリティは星6フェス限が玉となっております。なので、別々にね、交換ランキング出していこうと思います。で、まずはね、この1個下のレアリティから喋っていこうと思います。ってことで、まず第3位から発表していきます。はい。まずね、1個下のレアリティ、第3位は、こちらです。はい。カーリーですね。カーリーはですね、何が強いかっていうとですね、はい、こちら。究極進化ですね。これがですね、超覚醒に回復エルジを持っていて、回復エルジ入れると、式部9になります。で、地味にね、このね、木属性、闇属性で式部9っていうのが優秀なので、まあ、持ってない人はね、余裕があったら交換したらいいかなって感じです。マジで余裕があったら大丈夫です。正直、このね、テイリアに関しては、1位以外はそこまで無理して取る必要ないかなって感じになってます。はい。ってことで、続いて2位です。2位はですね、はい、こちらです。ウルカですね。ウルカはですね、これ何が強いってですね、このスキルですね。はい、スキルが11ターンのスキルで6回以上6色陣。で、3ターン属性吸収無効と強化ドロップが 100% 落ちてきます。で、76リーダーなんですよ。で、76枠でたまに使うことがあります、ウルカは。まあ正直でも76を最近使った覚えがないですし、まあ、76そんな好きじゃないなって人はいらないんですけど、もしね、余裕があって持ってなかったら取っといてもいいかなと思います。結構ね、美課金とか課金とかしてる人で、たまに余裕があってどれというか迷ってる人に関しては、このウルカ持ってなかったら取っちゃうのはいいかなと思います。はい。で、一応武器確認しておくと、クモ、L 字2個ですね。L 字2個なんでもしかしたら、まあロイヤルノーチラスとかで使うかもね、ぐらいの武器です。はい。ということで、続いてです。さあ第1位ですね。まあ、第1位はね、予想ついてると思います。はい、こちら。学園オロチですね。これだけはもう絶対取ってほしいです。マジで強いです。まずこの究極進化のこの形態ね。はい、これがですね、ウィン8個。で、スキブ2個持ってるんですよ。で、超覚醒にバインド持ってます。このバインドとスキブ4つっていうのが強くてですね、普通のね、ゴッドフェスから出るオロチと何が違うって、スキブ4つバインド持ってるのはこいつだけなんですよ。普通のオロチの方はスキブが足りないんですね、どうやっても。なので、これめちゃくちゃおすすめです。で、まあ、スキルが強いんですよ。もちろん。スキルが強い前提で覚醒が強いってことね。スキルが4ターン遅延を15ターンで打てると。このスキルの上でスキル4つ。で、しかもバインド持ってるっていうのが本体強いです。あと、リーダースキルがね、根性なんですよ。はい。HP0 になる攻撃をたまに踏ん張ると。いうことですね。根性スキルなんで、まあ、たまにね、その無効パとかで使う可能性がある。ゾンビパかで使う可能性があるので、こういった持っといて絶対にそうもないです。はい。そしてですね、はい、こちら、武器もめちゃくちゃ強いです。スキブ、暗闇耐性、お邪魔耐性。で、4遅延ですね。これ、ずっと強いです。スキブ4遅延の武器ですね。今回ね、強化入んなかったんですけど、強化入んなくてもずっと強いです。マジで持っといた方がいいです。まあ、できればね、本体武器両方1個ずつ持っときたいから、私も1体しかないんだけど、もしガチャ引いてね、出なかったら、まあ、2体目取ろうかなと思ってます。って感じなぐらい、めちゃめちゃ、学園オロチは強いです。持っときましょう。はい。ということで、テイリアの解説終わりました。ついでにですね、喋ってない2体に関しても喋っておこうと思います。まず、ヨグですね。ヨグ、キヨグなんですけど、キヨグは、まあ、正直なくても大丈夫です。はい。まあ、ちょっとキラー強いなとか、あって、まあ、昔ね、これランダンで使われたりとかしたんですけど、今は正直もう使うことほぼないと思うんで、まあ、なくても大丈夫です。まあ、不安だったら1体取っといてねって感じです。はい。で、もう1体、こちら。はい。リクー&ディステル。こちらもですね、一応ね、スキルが5ターンのスキルで、エンハンス3倍と。で、6回以上、陣となってるんですけど、まあ、使わないかなって感じです。で、武器がこちら。はい。バインド毒3つ、泥鏡2個に三尺強化。まあ、もしかしたらね、使う可能性あるかもしんないけど、まあ、なくても代用は効きそうかなって感じです。はい。同じくこちら。はい。バインド、お邪魔3つ、泥鏡2個に50倍か。まあ、同じですね。使うかもしんないけど、代用は効きそうかなって感じになっております。まあ、持ってなくてね、これでコンプとかだったら交換してもいいけど、基本的に交換する必要はないかなって感じになってます。はい。ということで、テイリアの解説全部終わりました。では、続いて、サイリアについて喋っていこうと思います。
さあ、ということでね、サイリアの交換優先度ランキングトップ3やっていこうと思います。で、4体しかいないんで、実質トップ4なんですよ。なので今回ですね、まあ、4位から発表していこうと思います。トップ3だけどね。はい、4位から発表していこうと思います。ということで、第4位。はい、こちら。バレリアですね。バレリアね。てか今回ね、サイリアの順位めちゃめちゃ難しくて、まあ、結構ボックスの状況によって変わってくるっていうのがでかいです。バレリアは今ね、2位と3位がいるんですけど、2位と3位に必要性を感じなかったら、バレリアが2位になる可能性があります。で、まあ、バレリア強いところはまずね、こいつ本体がスキブ8個持ってて、超覚醒スキブ持ってるんで、スキブ9になりました。偉いですね。スキブ9はさすがに偉いです。で、スキルですね。これ7ターンのスキルで、3ターンの間、指と回復力とサブが2枚で、ランダムでドロップを入れ替えます。まあ今でも強いスキルだと思います。ちょっと重いけどね。はい、まあ月部9枠としてかなり優秀ですね。はい、まあ持っといてともないです。特に潜在がね、自由なんで、潜在が自由なスキブ9は結構ね、数少ないので、バレリア持っといて損はないです。そして続いてこちら、はい。バレリア伊達メガネ、これも強いんですよね。スキブチーム HP、暗闇お邪魔毒耐性に 7C 持ってるんですよ。スキブチーム HP、7C 持ちで、スキルこの先と同じスキルで、結構強いスキル持ってるんで、これもね、まあ、たまに使ったりします。本当に稀にね、使ったりはするので、まあ、持っといて損はないかなっていう感じになってます。はい。で、続いてもう一個こちらですね。はい。こちらの学生証はまじなくてもいいかなって感じ。スキルはさっきと同じですね。で、まあ、木の、たこ焼き、泥鏡4ついる字。まあ、なくても大丈夫そうですね、これは。はい。って感じです。続いて、はい。水属性のバレリアです。水属性のバレリアに関しては、これは使うことないですね。はい。なくても大丈夫です。はい。説明は省きます。で、武器です、こちら。はい。たこ焼きに十字にチーム回復3つ。で、落ち込んだし、水が少し落ちやすくなる 1.5 倍。指が 1.5 倍、ランダムドロップ入れ替えです。まあ、これもなくても大丈夫かなって感じですね。チーム回復3つ十字が、まあ、ちょっと強いけど、まあ、なくてもいけそうですねって感じです。はい。で、続いて、火のバレリアです。はい。ってことで、こちらがですね、スキブ4つ持ってます。で、L 字も持ってると。で、スキブが多いんですよ。で、6ターンでルーレットを1個作って、回復力と、スケットが2倍。で、ランダムでドロップを言い換えます。これが6ターンのスキルですね。まあ、弱くはないんですよ、性能的にはね。性能的にパッと見て弱くはないんですけど、ただ使うことはないんですよね。どこに入れんねんって話だから。どこに入れるかわかんないキャラは基本的に使わないんで、まあ、性能としては悪くないんですけど、これもね、使わないと思います。はい。で、武器です、最後。はい、こちらですね。お邪魔完全耐性に封印に泥鏡4つ。で、まあ、さっきと同じスキルです。という感じになっております。まあ、お邪魔完全耐性封印泥鏡4つ。これが一番武器としては使えそうかな。今日さっき。まあ、さっきの伊達メガネとこの武器が結構強く買いそうかなという感じになっております。はい。まあ、結論から言うと、はい。まあ、これバレリアね。この本体のスキブ9、素でスキブ9持ってるのが一番強いぐらいで、あとはまあ、そのなくても大丈夫かなっていう性能になってます。はい。ってことで、続いて第3位発表していこうと思います。第3位もね、結構迷うんですけど、第3位はこちらです。はい。キヨですね。キヨはですね、なんといってもこのスキルですよ。はい。3ターンのスキルで無効貫通スキルが打てますと。で、6解除して、水、光、回復を3個ずつ生成です。稀に使うんですよね。光パワーを組んだ時に、稀にね、これを、こいつを使って無効貫通枠にするんですよ。はい。まあ、最近ね、光パが、まあ、ちょこちょこ流行ってんのかな。まあ、10代出たりとかして、ちょっと流行ってるんですけど、まあ、そういう時に学園系は悪くないと思います。あっても悪くないですね。っていう感じになってますと。はい。で、武器です。武器が、ドラゴンキラーに、チーム1名、チーム回復、スキブです。キラーの倍率上がって5倍になったんで、まあ、この武器も強いですよね。で、スキルが10ターンのスキルで、指回復力と光属性のハンス3倍、6解除、水光回復をに変化です。三色陣です。まあ悪くないですね。はい。覚醒が強いですね。はい。で、続いて。続いてこちらの武器。はい。これがバインド十字ドラゴンキラーと。これもね、たまに使うんですよ。バインドドラゴンキラー。しかも十字持ってるということでね。たまに使います。まあ、ほんと稀にね。はい。持っといて損はないです。はい。で、続いて。こちら、闇の清ですね。闇の清はこれ7ターンのスキルで、スキル使用負荷とダメージ無効貫通ダブル吸収持ってます。で、3コンボ加算ですね。正直ダブル吸収無効貫通スキル3ターンコンボ加算が7ターンはちょっと重いです。現代には合ってないかなって感じ。まあ、もしかしたらね、なんかの集会とかで刺さることあるかもしれないけど、まあ、基本的に今はね、ダブル吸収無効貫通スキル、もっと軽く打てるやつがいるので、まあ、なくても大丈夫かなって感じになってます。はい。で、武器。こちら。はい。こちら指2秒、蜘蛛毒耐性で、同じスキルですね。まあ、なくても大丈夫そうですよね。はい、まあ、雲毒にで、ね、これで使いたくて、雲毒にの武器を探してて、こいつがいて、で、ついでに指2秒漏れるからいいなって思うかもしれないけど、雲毒に自体は別に代用効くので、代用は効きます。ただ、こいつをスタメンにした場合は指が2秒伸びますよっていう感じですね。はい。
ちゃん続いてです。続いては、はい、火の器用です。こちら。はい。スキル4ターンのスキルで6解除して、火、水、火、光を3個ずつ生成。無効貫通スキルで、自分の火力が 1.5 倍です。まあ、火の無効貫通枠として、まあ、悪くはないですよね。別に、ウルフデータラで使ってもいいし、十字も持ってるしね、重心も持ってるし、ウルフデータラで使ってもいいんですけど、まあ、なくてもいいかなって感じです。これも。まあ、無効貫通枠別にね、あ、待って、これ、リアリティ1、2、3。あ、9か、危ない、ギリギリ、9なら、まあ、ギリギリ、ウルフデータラ入れますね。入れられますけど、はい。まあでも、あんまつかないよね。無効貫通枠いっぱいいるから、まあこいつじゃなくてもいい感は否めないです。はい。ってことで内容が効きますということですね。で、武器最後これ見ましょう。はい、これがドラゴンタイプ追加チーム HP2 つ、チーム回復十字です。で、覚醒が強いですよね、これはね。チーム HP2 つ、チーム回復十字。ただ、内容もめちゃくちゃ効きます。別にまあ十字捨ててもいい覚醒ですからね。で、チーム回復も最近はいらないことが多いので、まあチーム HP2 つだけって考えると、まあちょっと渋めかなって感じ。昔は強かった武器って感じですかね。まあ4ターンで無効化スキル打てるこの覚醒なんで、もしかしたらね、使うかもしれないけど、まあ内容は効くって感じです。はい。ということで、キヨでした。キヨはですね、なんでこれバレルより売りしたかっていうと、まあ、たまに使うんですよね。で、結構代用が効きづらいというか、代用すると弱くなることが多いんですよ。光パのサブで使った時に、こいつをね、キヨを代用すると弱くなることが多いんで、今回3位にしました。で、このね、キヨの必要性を感じない人は、バレリアを優先順位上げちゃって OK です。はい。ということで、続いてです。続いて2位はこちら。はい。学園イナですね。学園イナはですね、結構ね、全形態強くてですね。まずこの学園イナがですね、冬じゃないや。はい。ウェハース2個に、小学生樹脂持ってるんですよ。で、ウェハース2個樹脂ってめちゃめちゃ火力が高くてですね。まあ、このね、最近で出たキャラで、まあ、ジョナサンとかが、ウェハース2個と 7C 持ってるんですけど、まあ、7C2 個、ウェハース2個、7C2 個よりも、ウェハース2個、10C の方が火力高いんで、学園イナはマジで火力が高いです。で、昔から変わらないこのスキルね。はい、2ターンのスキルで6解除して、指が1秒延長、6解除しなかったですね。ランダムで闇と回復を作りますということでね。まあ、このスキルが優秀なので、まあ、持っといてマジで損はないです。あ、6解除しますね。やっぱしますよね。あれしなかったっけって思ったけど、しますか？しませんでした。はい。3、2ターンのスキルで6解除して、指が伸ばして、で、闇と回復を4個ずつ生成。まあ、これが強いです。はい。で、リーダースキルです。10個繋げた消すと、激減27倍、2コンボ加算、指5秒延長ですね。まあ、火力一応上がったんですけど、まあ、環境トップ張れるほどのリーダーではないですね。昔、稲ハドラン、稲徳川強かったですけど、まあ、今も強いんですけど、まあ、環境トップレベルではないです。強いけどね。はい、って感じになってます。で、こいつですね、新形態増えたんですよ。はい、先にちょっと武器じゃなくて新形態いきますね。新形態も強くてですね、これがですね、何が強いって、グランエルブっていうね、今新しい新フィス源が出てて、今環境取ってるんですよ。めちゃくちゃ強くてですね。で、サムに今カリンドラゴンを3体詰めてるんですけど、そのカリンドラゴンの代わりになるのが、このイナです。代わりになるっていうか、こいつがスタメン採用される可能性があるのがイナです。はい、スキル見てください。3ターンのスキルで、指2倍。で、ランダムで水闇回復ドロップを4個生成し、強化します。これがね、すごく強くて、まず強化するからマイナスドロップを無効化できるのと、指返せるんですよ。カリンドラゴンって、あ、6解除して無効貫通スキルで水闇作るんですけど、指伸ばせないんですよね。で、カリンドラゴン3体詰めちゃうと、結構ね、枠がギツギツで、まあ、なんかグランエルブの裏に指返しのスキルを貯めて、置くみたいなことはできるんですけど、ちょっとめんどくさいので、イナを入れるっていうのは結構強いかなと思います。別にね、毎ターン毎ターン無効貫通スキルループしなくてもいいんで、1ターンぐらいね、指伸ばしのターンがあってもいいかなと思うので、イナ、サブに採用するのも全然ありかなと思います。あとね、回復努力を漏れるんですよ、イナが。だから回復力も底上げできるのもいいところかなと思います。リーダーで使うことは多分ないですね。はい、という感じになっておりますと。はい。じゃあね、次武器見ていきましょう。で、武器まずこれ、イナのリボンですね。これ昔から強いんですけど、スキブにお邪魔3つに、チーム HP に泥鏡2個と。で、18ターンのスキルで3ターン変質と。で、6解除もします。スキブチーム HP3 ターン変質で6解除もできるって感じですね。ただ、まあ、スキブチーム HP3 ターン変質だと、ドフラミンゴはいるんですよ。で、ドフラミンゴをあんま持ってないとか、だと、まあ、内容に使うっていう可能性があるのと、あとはね、まあ、このお邪魔使う場合とか、6解除使う場合にイナを採用する可能性があるってぐらいですね。まあ、基本的にはドフラミンゴの武器でいいかな、という感じになっております。はい。そして続いて、こちらの武器。はい。これは十字毒4つですね。ほぼ使うことないです。はい。で、続いて、こちら、新しい武器ですね。水属性のイナの武器です。泥鏡、ウェイ2つか。ウェイ2つに封印2つに泥鏡2個ずつ。で、スキルは一緒です。まあ、これもね、別にまあなくても大丈夫かなっていうスキルになってます。武器になってます。はい、ということでですね、はい、結論言うとですね、本体と、まあ、この武器がね、ちょっと強いかなって感じです。で、特に私がね、重きを置いてるのは、こいつを2位にした理由なんですけど、は、環境最強リーダーのサブに入るかもしれないので、上位にしました。はい。
ただ、これにね、魅力を感じない人、グランエルブ持ってないし、取れる気もしない、どうせゴッドベッド引かないから取れる気もしないって方はですね、まあ、この強いのが、こっちのね、闇のイナだけになっちゃって、まあ、これはね、結構ね、環境からちょっと遅れてるような昔のキャラなので、じゃあいらないかなってことで、こいつもね、順位が下がってですね、今日がもっと上になったりとか、まあ、順位がね、こいつが4位になって、下の2人がですね、上がってくるっていう可能性もあります。はい。これもね、ボックスの状況によって変わってきますという感じですね。はい。ということで、ラストです。ラストこちら、はい。レムーですね。レムー1位にしました。これですね、いろいろね、考えたんですけど、まず代用効かないんですよ。5ターンで5属性ルーレット。のループなんですね。これが、まあ、唯一無二なので、まあ、別にね、いろいろね、5ターンルーレット、5ターン継続5ターンルーレットのキャラは、他にね、学園イベントで2体いるんですけど、まあ、それが引けてない可能性もあるし、シンプルにこいつ強いので、持っといて困らないかなと思います。そして、シバダラのリーダーにもなるんですよ。火を6個繋げて消すと24倍。で、1000万ダメージ、火属性の HP が 4.2 倍です。シバドラリーダーなんですよね。で、1000万ダメージって、地味にシバドラリーダーでも珍しいんですよね。これも結構ね、高く買ってます。1000万ダメージ足せるのは結構強いですね。はい。あ、ちょっと気になりますね、これね。イラストが、ぬいぐるみ、痙攣してるのがちょっと気になります。はい。あとですね、火の向こう貫通場は、あんまりね、流行らないとは思ってるんですけど、一応ね、冬向こう貫通4つで火力覚醒もしっかり持っていますと。はい。で、こちら武器です。武器が封印無効貫通帯ですね。まあ、これは無効貫通場が流行った場合に使える武器です。封印無効貫通帯は唯一無二の覚醒ではあります。まあ、使用頻度はすごい少ないと思うけど、代用は厳しいかなって感じですね。で、一応3チーム持ってるんで偉いです。はい。そして続いてこちらです。はい。レムーの学生証。これが非属性追加無効貫通回復キラー泥鏡2個ですね。まあ、これも非属性の無効貫通場が流行った時に使える武器で、まあ、そんなことはなかなかないと思うので、なくても大丈夫ですね。あとはまあ、ランダムとかでね、非属性追加を属性を減らす、攻撃色を減らす役割で使って無効貫通と回復キラーで使う可能性はあるけど、まあ、すごいコアな使い方ですね。そういう感じになってます。まあ、私はですね、まあ、今回はレムーは唯一無二性。そしてですね、あとま、一番大きいのは持ってないじゃん、全員が。だから今回は1位にしましたって感じです。はい。で、こいつもですね、正直魅力感じない人は感じないと思います。で、そのね、魅力感じない人はですね、その感性に従ってもらって大丈夫です。このレムー別に使わないなって思う人は、普通にですね、この順位を入れ替えてもらっても全然問題ありません。そこまでね、激推ししてるわけでもないってことですね。はい。ということで、以上です。もしね、参考になったらね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。